にちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、弾いてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。ゼロからギター始まって以来の初の4本撮りでございます。続けて4つ撮っております。今年の初めにドレミファソラシドを原点回帰で弾いてみましょうということをやりましたが、そのドレミファソラシドを使いまして、まずなんだスライドでドレミをつなげてみましょうという、横移動のドレミを練習しました。で次にそこにハンマリングを入れてつなげていくドレミの弾き方を選びました。その次3番目に、3番目というか、プリングオフ、はい、をそのドレミの中に入れて弾く練習をしました。今度は、チョーキングチョーキングをその中に入れて、スライドとハンマリング、そしてプリングオフ、そしてチョーキング、今回はこのチョーキングを入れてドレミを、弾く練習をやってみたいと思います。はい、それではチョーキングをちょっと練習してみましょう。2箇所しか入れません。この、12フレット2弦、2弦の12フレットをここのこの音ちょっと一回覚えてください。この音にここで弾いてこの音にします。で、どういうふうにやるかって言いますと、まあちょっとこれ、アコースティックギターの弦で硬いですから、ここに2本指を添えてください。12フレット、2弦の12フレットに薬指。で、2弦の11フレットに中指を添えて2本で上げます。それで、この弦を弾いて、上げる。そしてこの隣の半音上がった音にするわけです。これをグイッと上げてここの音、ここの音、ここの音、はい、しつこく言います。これをこの音に上げてするということでございます。この逆もチョーキングダウンというのもあるんですけど、今回はこれは使いません。はい。で、その下1弦の12フレットをこの音、12フレットをこの音にします。ですから半音上げるわけです。これも弦が硬いですから薬指と中指を12フレット、11フレットにそれぞれ置いてください。それで弾いて、上げて、この音に、13フレットの音にします。この音です。もう一回やってみます。これがチョーキングアップで、上げて下げるのがチョーキングダウンということでございます。それを、2弦の12フレットと1弦の12フレットで使います。はい。では、実際やる前にもう一回ちょっと弾くところを
習させてください。はい、ではドレミファソラシド C メジャースケールの弾く場所の、復習でございます。まず5弦の3フレットに基本のドがあります。ここから始まってドレミファソラシドレミファソラシドレミ、ここの1弦の12フレットまでしか弾きませんが、音はこの音までいきます。それはさっきのチョーキングでこの音を出すわけです。はい、これが、今回も使うドレミファソラシド C メジャースケールですが、どの音階で、今回はここも使います。6弦の、3フレット5フレット7フレット、そして最後に、C のこっちの方のハイコードを使います。どういうふうに押さえてるかと言いますと、 F コードをそのまんま、8フレットに持ってきた形でございます。いいんだよな、5、7、8 大丈夫ですね。ここにも同じ音あるって前にやりましたんで、今回はやりません。はい、こことこことここも使って最後にこっちの方のハイコードの C で締めます。はい、はい、それでは、今回のチョーキングも入れまして、ドレミをやってみたいと思いますが、まあそれだけではなくて、前回も やりました、プリングオフですとか、最初にやったスライド、そしてハンマリング、この4つの技を入れまして、それでドレミを弾いてみたいと思います。が、その音階通りに弾くわけではなくて、多少戻ったりもしますから、まあ弾いてる部分は、ドレミの箇所なんですけど、ドレミファソラシド、ドレミファソラシドって弾くわけではなくて、多少音が戻ったりもしますんで、メロディアス、もしくはフレーズのように聞こえるかもしれません。はい。それでは、ゆっくりとやってみましょう。なぞって一緒にやってみてください。では今度はもう少し早くやってみたいと思います。一緒にやりましょう。では行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。
こんな感じでいかがでしょうか。はい、チョーキングを使ってドリーミーファーストラシドを弾く練習でございました。いかがでございましたでしょうか。まあ、あのチョーキングだらけでこう弾くということじゃなくて2箇所しか入ってませんでしたけども、一番最初のただの音階ドレミファソラシドだけを弾くよりも、その次にそれをあの塊をつなげてみようじゃないかということでスライドを使ってドレミを弾いてみました。でその次に、その中にハンマリングをこう入れて弾いてみようと。でその次にまたプリングオフも入れちゃおうじゃないか。で最後に今回のチョーキングも入れてドレミファソラシドを弾いてみました。なかなかドレミといえども侮れない、メロディアスな感じだったんじゃないでしょうか。やっぱりドレミは基本ですね。はい、もしよろしかったら、練習なさってみてください。この動画を初めてご視聴くださいました方はまだチャンネル登録とかなさってないと思いますので、ぜひともチャンネル登録のボタンをポチッと押しておいていただいて、そうしますと隣にあのベルのマークが出てきますので、こう鳴るようなやつをポチッと押しておいてください。そうしましたら僕はまたこういった動画をアップしました時に YouTube からミスタートル様が動画をまたアップしましたよみたいなお知らせが参りますので一つよろしくお願いいたします。あとこれもグッドボタンもポチッとよろしくお願いいたします。はい、励みになりますので、はい、ではまた何かやりますので一つ、よろしくお願いいたします。今回はこの辺で終わりにさせていただきます。じゃあまた見てね。Thank you.